阪南地域のお店をご紹介する店番。今回は鯖江市上高地町にあるラポーゼ川田にやってきました。こちらは地元住民や観光客でにぎわう温泉施設ということなんですが、このほどその温泉がリニューアルされたということなんです。早速行ってみましょう。鯖江市上高地町にある川田温泉ラポーゼ川田。豊かな自然の中でさまざまな体験や温泉、バーベキューなどが楽しめ、また地元の食材を使ったおいしい料理も食べることができます。それでは総支配人の宇野さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。このラポーゼ川田なんですけれども、はい、本当にさまざまな分野で楽しめますよね、はい、体験やコースいろいろありますけれども、はい、それぞれ そのサービスの方で何かこだわりや魅力あったら教えてください、はいはいはい、こちらの方、ね、川田の大自然の中でいろんなことが楽しめまして、ファン体験とかピザ体験とかございまして、まあ、小さいお子さんから楽しめるようになっています。私どもはやっぱり一生涯この施設で楽しんでいただけるそういうサービスを目指して毎日勤務をしております。はい、このほどその、はい、まあ、メインともいえる温泉施設の方がリニューアルされたということなんですよね、はい、そうです、はい、早速ちょっとご案内いただきたいなと思うんですが、そうですね、それでしたら毛利さんご案内しますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。こちらが温泉棟ですよ、はいはい、とっても綺麗ですね、はい、床とか明るくて壁とか綺麗にしまして、はいはい、すごく良くなりました。さあ、はい、そして宇野さん、はい、温泉の中も一部リニューアルしたということなんですけれども、はいはい、どういったところが新しくなったんでしょうか。はい、温泉なんですけども、先ほど申し上げた大自然、川田の大自然を、はい、描こうと思いまして、はい、浴槽の底にですね、川田の川と川田の山を描かせていただいております。はい、それと天井が1メートルほど高くなりまして、なんか広々とご利用いただけるようになりました。あと高齢者の方にも安心してご入浴いただけるように、温泉 の深さですけども、はい、を10センチほど浅くさせていただきました。はい、そしたら、はい、お年寄りだけではなくて、はい、子どもたちもね、ちょっと安心して浸かることができます ね。そうです、皆さん安心して楽しんでいただけるようにさせていただきました。はい、あと露天風呂の方をですね、もう山を背景に、はい、していますので、有名な川田杉なんかも楽しみながらご入浴できますし、はい、もう夏はホタルとかが飛んだり、非常に環境のいい露天風呂でございます。はい、そういった自然を満喫しながら、はいはい、ね、新しく綺麗になった温泉で、はいはい、ゆったりとしたひととき過ごしてほしいです ね、はい、そうですね、お楽しみいただけたらと思います。はい、宇野さん、こちらでは陶器を除いて、はい、バーベキューもできるんですよね。はい、こちらがバーベキューハウスなんですよ。はい、はい、広いですね。はい、広いです。はい、どうぞ。では宇野さん、このバーベキューハウスではどういった楽しみ方ができるんでしょうか。はい、はい、一番気楽で楽しいのは手ぶらでセットっていうのがございまして、はい、食材セットなんですけども、まあ、いろんな価格帯がございますので、ご注文いただけますと手ぶらで来てバーベキューを楽しんでお帰りになることができます。はい、結構見晴らしのいいところですから、はい、まあ、ぜひ川田の自然の中でバーベキューをお楽しみいただけたらと思いますね。はい、ぜひともご家族とかお友達でお越しいただけたらと思います。宇野さん、はい、この店番ステッカー、はい、取材店ということで貼らせていただきます。はい、はい、どうぞ、はい、お願いします。川田の大自然の中でのご入浴をぜひ楽しみにお越しください。待ってます。待ってます。